こんにちは、写真家の橘龍馬です。今日は白山神社にアジサイを撮りに来ました。梅雨時期でアジサイめっちゃ綺麗なのでぜひ撮ってみてください。いろんな撮り方とか見方とか考え方とかをやっていきたいと思います。行ってまいります。おー、綺麗。今日は雨上がりだからすごい雫がついて綺麗だね。なんかまず直接光が当たると白く飛んじゃうので、だから私はアジサイとか花とかを撮るときは影に入ってる花を狙います。結構こういう白い花とかは本当に飛びやすいので、なるべく光が直接当たってないところを狙います。で、アジサイを撮る時もみんな全体的に撮っちゃうんだけど、必ず一つ主役を決めて、例えばこれを撮る時もこの子を主役だったらこの子を主役っていう感じでやっていかないと自分の伝えたいものが伝わらないので、必ずたくさんある中でも主役を1個決める。で、主役が一番目立つように脇役を入れていくっていう感じ。ちょっと撮ってみようかな。まずはちょっと広角で24ミリでちょっと後ろのものも入れて、でストリートスナップ感を出したかったら後ろの建物とかも入れればいいし、だけどちょっと生活感とかストリートっぽい感じを出したくなければフレームの中に余計なものを入れない。アジサイだけにすると生活感とかストリート感は出ないので、そこは自分がどう撮りたいか。このアジサイを主役にします。ちょっと後ろをぼかして撮りたいから絞りがF の 2.8 で撮ってみましょう。で、ほんと白い花って飛びやすいので気をつけないと、あんまり明るくしすぎると。で、まずはちょっと引き気味で、で私はちょっとストリートっぽい感じを出したいから後ろの建物も入れて撮ります。ちょっと引いてこういう感じにするとすごいストリートっぽい感じになるので、で必ず横で撮ったら縦でも。で、あとこういう前ボケを入れて撮ったり、手前の穴を入れたら前ボケになるから前ボケ入れて撮ったりね、こういう手前に前ボケ入れて、いいなと思う被写体があったらもうとりあえずもう角度をいろいろ変えながら撮りまくる。斜めにしてこういう感じですると奥行き感が出る。これを手前ボケにして奥を撮るね。結構白いものを手前にすると重くないからすごい手前ボケやりやすい。こういう感じ。ちょっと入るだけで、入れないのと入れたのではほら奥行き感が全然違うでしょ。まああとはどのくらい入れるかだね。あんまり入れすぎるとワートらしいし重いしあざとくなっちゃうから、端っこにちょっと入れるのがいいよ。あざとくない感じで。雨上がりは綺麗だね、雫が。ここら辺の形も綺麗。こういういっぱいちっちゃいのが並んでるやつとかをリズムとかよく言うんだけど、同じものが並んでるやつ、それをちょっと引きでほらリズム、まあ可愛い感じやね。だからね、なんか全部大きさも違うし形も違うから、こういうちっちゃいものがポツポツあるやつは引きで、いっぱい並んでる感じを取ろうとかで、これをちょっと斜めに入れると動きが出るかな。ほら全然違う。横に入ってるのか斜めに入ってるのかね。で形を見て、あ、ここら辺の形かわいいと思ったらそれを角度をちょっとカメラの向きを変えながら撮ったら、うん、好きなやつが見つかる。線を斜めに入れるのかこう横に入れるのかで全然イメージが違うから。であと逆光がこっちから入ってきたからちょっとイメージ的に撮ってみようか。逆光を入れてね、少し逆光を入れよう。で工房にしたかったら絞りを思いっきり絞り込むよ。絞り込んで F の22、 F22 逆光を工房にする。ほら絞りを絞り込むと工房になって綺麗でしょう。うんね、おお綺麗。ちょっと工夫するだけで全然違う絵になるから、いろんな方向から見ながらちょっと逆光気味に撮ってみようか。手前はぼかして奥のところにピントを合わせると立体感が出るから。で後ろの鳥居も入れて、ほらかわいいストリートっぽい感じになるでしょ。でバランスが分かんなかったら何枚も撮ればいいからね。撮って後でゆっくり決めればいいから。で思いっきり地面を入れて上の方に置いても面白いしね、ポツンと、うん、ちょこっと上に入れても面白いでしょ、道路で。だからね、こうやんなきゃいけないっていうのはないからね、いいなぁと思ったらやってみる。分かんなかったらいっぱい撮る。うん、主役を1個決めて、主役が一番目立つ場所を探して、背景を探して、脇役を探して、で必ず横で撮ったら縦でも撮る。手前ぼかしたり、1個主役を決めないとどう撮っていいか分かんないからね。その主役が一番目立つように撮ればいいわけだから、だから迷っちゃう。主役を1個決めないから。でちょっとマクロでやってみようか。今度はマクロで寄りで雫を狙おう。おおきれい。もうこれはマクロレンズがないと撮れないから、だから寄って撮りたい人はマクロレンズを買うしかない。うん、白かわいい。おおきれい。うん、白のふんわりした世界いいね。で白いものは飛びやすいから白飛びしないように慎重に。おおきれい。白の世界いいね。背景をどこを入れるかで全然違うから、例えばちょっとかっこよくしたかったら後ろ暗めのとこ入れればいいし、で爽やかにしたかったら後ろ抜けのあるとこ狙えばいいし、もうそれだけで全然変わる。わあ雫きれい。めっちゃきれい雫が。いいね。まっすぐ入れるとおとなしい感じ、止まってる感じで、動かしたかったらカメラを斜めにして線を斜めに曲げればいいからね。そうすると動きが出る。逆にちょっと下の暗いところを背景にしてみようか。全然変わるよ、雰囲気が。これもね、クールでいいよ。なんかふんわりが良ければ、白抜けがあるとことか白いとこでいいけど、ほら、ほらかっこいい。もう好み、これは。なんかちょっと変わった感じに撮りたかったら、ちょっと背景黒もいいね。ちょっと黒が、ほら全然違うじゃん。ちょっと背景が黒になるだけで、こんなに締まるんだよ。これ同じ場所とは思えないでしょ。同じ被写体なのに背景がちょっと変わるだけで、ほらこんなにイメージ変わるんだよ。笑っちゃうね。だから簡単に諦めちゃダメ。いっぱい粘るの。ああ、いいね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 。ほらいいね。全然違うでしょ。みんな簡単に諦めるじゃん。諦めちゃダメ。粘るの。粘って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 、いいもの撮りたいっていう執念、これが大事。その思いが伝わるからね。おお、綺麗。黒で締めるのいいでしょ。見てほら、ここの下のこの石を背景にするとこんな感じね。でこっちの抜けを使うとふんわりした感じね。どれが正解はないでしょ、好みで。こういう背景も面白いよ。撮るのとこっから撮るのは違うでしょ。だから足で動きながらいいなっていうところさ。あ、これちょっとかわいいな。ちょっとほら、ここに黒が入るだけで締まるでしょ。これかわいいね、これ。これ形がかわいい。ちょっと形見せよう。だから後ろちょっと暗いところを選んで、ほらー、めっちゃ形がかわいい、これ。で角度をこうやってさ、少しずつ変えながらいっぱい撮っとく。もうね、とにかくここら辺絵になりそうと思ったら撮りまくる。少しずつ角度を変えながらね。後で後悔しても取り戻せないから。ここら辺もしっとりしてるね。紫陽花をぼかして葉っぱの雫を取るとかも面白い。なんかしっくりこなかったら違う花を入れて、違う場所で、場所を少し変えるだけで全然変わるから。例えば主役を必ず1個決める。この子主役。ほらこのポツンって感じ。かわいいじゃん。結構ほら後ろが暗く落ちるとクールな感じになるでしょ。だから背景をちょっと黒が入る場所をこうやって探す探す探す。ほら、そしたら結構ほら背景に黒が入るだけで締まるでしょ。やっぱりマクロ面白いね、花撮るときは。一本マクロがあるとね、いろんな絵が撮れるから。おお、綺麗。おお、いいじゃん。ああ、ここら辺の花もいいね。もう思いっきり寄って、形が可愛いから形見せよう。ああ、ちょっとね、枯れた感じの、これをね、寂しそうに撮ってみようか。アンダー目にして、ちょっと青を足して。ああ、いいね。ちょっと枯れかけたのも綺麗。うわ、かっこいいじゃん、ほら。背景をね、ちょっと暗く落ちる場所を今選んで。いろいろさ、端っこに入れたりさ、構図なんか覚えなくていいからさ、とにかくいっぱい撮ればいいんだって。端っこに入れたり、真ん中に入れたり、上に入れたり、下に入れたり、構図知らないとかどうでもいい。取ればいいんだもん、いっぱい。あんまいろいろ考えてやるとね、楽しくないよ。適当にね、あっち入れたりこっち入れたりしたらね、いい写真ができるから。でね、ずっとやってたらね、なんか分かってくるから。難しく考えすぎると写真撮るのがつまんないくなるよ。まずは楽しむこと。楽しくないのに写真撮るとか苦痛だからね。趣味でやってて苦しいとかないよ。絶対ありえない。趣味でやってんのに苦しんじゃダメ。とりあえずは楽しいね。ほら、ちょっと光が入ってるとこういう感じ。お、ちょっと光入ってきたね。ちょっと撮ってみるか。ほら、ここら辺をちょっと飛ばないようにさ、ちょっと光が差してる感じね。全部当たると白く飛んじゃうから、この差し込んだ光とかいいね。あ、いいじゃんいいじゃん。全部当たるとね、ちょっとなんか面白くないよね。こう差し込んでる感じとかはいいね。だからね、朝ね、ほら面白いでしょ。昼間はね、やっぱり全部明るくなっちゃうから、俺は好きじゃないな。早朝はいいよ。今だったら4時半とかぐらいからだとすごくいいよ。気持ちいいし。いいね、ほら。暗いとこに光が差してる感じ。ちょっと寄りもとってみる。あー、面白い。後ろが、明るいところに合わせると後ろが落ちるからね、暗く。ほら。全部は見せれないからね。全部見せようとすると白く飛んじゃうから、光が立ってるところ。光はいいね。ドラマチックだね。ほら、ここもいいね。ここもいいね。ねえ、思いもよらぬ絵になるでしょ。ちょっと光が入っただけでいいね。綺麗。光すげえ。ほら、あ、ちょっと面白いな。見て、キラキラ。雫が綺麗でしょ。最高。神の光が来た。綺麗。ああ、いいね。この光の入り具合。ちょうどいい。ほら。とにかく、主役のアジサイが白く飛ぶのはダメね。だからこういう白っぽいやつとかはアンダー目にして、後でレタッチで明るくしていく。これ大事。アンダー目にして明るく。わあ、綺麗。ここも綺麗。ほら、あー、これ逆光、ね、光こっちからだから逆光行ってみようか。めっちゃドラマチック。ほら、逆光。わー、いいね、光が。で、これオールドレンズだから、わー、めっちゃ綺麗。来た。背景に何を入れるか、これこだわって。ほら、キラキラ。ほら、逆光綺麗。見て。前ボケも入れながら。ナイス。光でこんなに違うんだよ。見て、花びらが透けてるでしょ。だから逆光はほら面白い。見て、花びらが透けた。あそこ主役にしよう。この子主役にするよ。この透けてる花びら。これほら綺麗。もうね、いい車体見つかったらね、とにかく粘りまくる、撮りまくる。おー、なんかいいね。この影に入ってるやつも綺麗だよ、ほら。あー、なんかうっそうとしてる感じも悪くないね。なんかね、こういうところもね、見逃しちゃダメだよね。どうしてもほら、表面だけ見ちゃうけど、こういうところにさ、めっちゃいい被写体がいるんだよ。ほらね、全然違うでしょ。光が違うから。ああいうほら奥のさ、ほら枯れた。おー、なんかストーリーがあるでしょ。わあ、綺麗な色。何この色、めっちゃ綺麗。色合いがすごいね。この雨上がりの雫感がいいでしょ。ナイス。寄りだけじゃなくてさ、ちょっと空間で遊んだりしてもいいね。ちょっと緑を入れても面白い。これ寄りでしょ。ほら、ちょっと緑を入れて遊ぶ。で背景を黒にすると締まるでしょうか。かっこいい感じ。雫とかは背景を暗くした方が見やすいよね。ほら、こういうちょっとね、カメラの振り変えたら背景変わるからね。黒い背景選んでちょっと雫をちょっと強調してみようか。うわー、きれい。やっぱこれね、ちょっとね、ほら幹とかさ、枝が見えてるでしょ。そうすると奥行き感出て、ほらちょっと穴が開いてる感じ。ここを狙うの。ほら、奥行き感出たね。ちょっと開いてるところを狙ったの。こういう感じだとあんまり奥行き感出ないんだけど、ちょっと開いてるところをね、これも角度をねちょっと変えるだけでいいとこ見つかるよ。あー、かっこいい。ほら、綺麗。こういうのを切なくちょっと撮ってみようかね。もう何でも被写体になるからね。綺麗なものばっかり狙うんじゃなくてさ、こういう、あー、なんか寂しげ、儚い感じね。ポツンと端っこに入れようか。いいね。取り残された感じ。あー、めっちゃいい。端っこに入れたら儚さが出るからね。ほら、ポツン。どんな被写体でも撮り方で全然変わるからね。ストロークちょっと使ってみようか。じゃあ逆光でストロボを使ってもやってしないように撮ってみよう。で、逆光でもやーってハレーションを起こさせたんだけど、今度はちゃんとアジサイも出るようにストロボを使ってやってみます。逆光でストロボ。そうすると逆光でもちゃんとアジサイを入れたかったらストロボを使うと、逆光だけどもやっとしすぎないでちゃんと撮れるから。直接向けるとすっごい生っぽくわらとらしくなるからね。ここに柔らかくするやつをつけて、こういうね、こういうやつで、で向きを直接じゃなくて上に向けて漏れた光で撮るといい。逆光でも質感が出る方法ね。ストロボどのくらいにしたいかで強さを調整すればいいから、あんまり強くしすぎるとわらとらしくなるから、ちょっとつけるだけで全然違うよ。逃がせばいいから、わらとらしくしたくなければ。ストロボ使うとね、この雫も光るしね、質感も出るしね。ちょっとつけるだけでいいよ。難しく考えずにアジサイ取りに行く時はストロボを持っていって、ほら質感が出るでしょ。このエッジがやっぱストロボ使うとね、質感がパキッと出るから、もうふんわりもやっとしたかったら使わなくていいんだよ。ちょっと硬い質感、シャープな感じだったらストロボ使ってみる。ちょっとね硬い感じ出したかったらストロボは面白いね。ちょっと硬くなるでしょ。これがストロボの面白さだよね。面白い感じでストロボを使わないと取れない感じ。ほら、なんかちょっと人工的っぽい硬いパキッとした感じ。これが好きな人はストロボ使うといいよ。まあ自然でナチュラルなのが好きな人はストロボは使わなくていいかな。ちょっとかっこいい感じとかさ、シャープな感じ。ほら、硬くなったでしょ。光が当たってる感じとか。だからどう撮りたいかなんだよね。どれが正解かなんかないからさ、好みが違うから。うん、なんかここはストロバ合うね。うん、ほら。手前の葉っぱにストローバー当てたら光が差し込んでる感じになったでしょ。で、奥に光が当たるから綺麗に撮れる。ほら、ああ、いいんじゃない？ここ面白い。ここストローバー合うね。うん、いいね。アリさんがほら。アリさん。かわいいアリさん。ああ、かわいい。うん、ああ、質感が出るからいいね。やっぱりストロボでしか撮れないものがあるんだよね。別に難しいことしてないでしょ。かわいいね。ここつけてさ、でここにこういうのをかぶせてさ、でディフューザーをいっぱいつければ柔らかくなるし、あと直接じゃなくて間接的に逃がせば柔らかくなる。直接向けたら硬くなるし、こうやると直接当たるから硬いのね。硬くした、パキッと硬くしたかったら直接打てばいいんだよ。でちょっと効いてるぐらいにしたい時は上に逃がす。そしたら漏れた光は柔らかいでしょ。だからストローブを打った感がなくなる。わざとらしいなと思ったら逃がせばいいからね、上に。ただそれだけ。難しく考えない。 OK。 いやー、うわー、すごい。すごいね、ここ。帰れないよ、こんないっぱい。あー、なんか面白い。形が面白い。あー、ここもかっこいいよ。こういうのもめっちゃ絵になるでしょ。こういうの逃しちゃダメ。みんなほら、綺麗なさ、花ばっかり目がいくけどさ、こういうのもいいんだ。ほら見てこれ。うわ面白い。こういうのに気づくかどうかなんだよね。別にほら何も難しいことはしてないでしょ。気づかなかったら取れないし、気づいたらシャッター切ればいいだけでしょ。わあ綺麗。これ好き。あら、今日一かもおお綺麗。あ、なんかこの子もかわいいな。ほら、この子もかわいい。形がほら、この中で花びらをどれを主役にするかね。これで絵が変わる。ああ、このちっちゃいこの子だな。この子今度は奥の子にして、こうやって主役を変えていけばいいんだよ。で今度真ん中で全部にピントを合わせたかったら絞り込んで F の数字を大きくすれば全体にピントが合うから。ほら、手前ボケでもいいし、柔らかい印象にしたかったらね、これがね丸くなるような感じ入れるといい。ほら、この R のラインを意識してね。形ほらみんな違うからさ、綺麗な形を見つけるの。これほら綺麗、丸い感じで。じゃあこれを主役で、背景に暗いところを入れるか明るいところを入れるか花を入れるかで取る場所が決まる。でどれを主役にするか決めて押す。ピントを後ろをぼかしたいのか全体にピントを合わせたいのかで絞りを決めればいいでしょ。思いっきりぼかしたかったら F をちっちゃく、ピントを奥まで合わせたかったら F を大きく、構図が分かんなかったら端っこに入れて真ん中に入れて右端に入れて左端に入れて右下に入れて右上に入れて、いっぱい取ればどっかにいい構図があるから、それで OK。 ほら全然違うでしょ、入れる場所で。難しく考えない。ほらいっぱい入れればいいじゃん。どっかにいいのがあるって。今ねこうやって直接当たってるのはね順光だからね硬くなるよね。ね、ちょっと硬いよね。嫌い。なんかやっぱり順光は好みじゃないな。硬い、平面的。こういう光が直接当たってない感じで、ああ綺麗、光が、ああいいね。ほら光が差し込んでる感じ。奥が主役だよ。あの光が差し込んでるところが主役で、手前ボケでどれを主役にするかね、それが大事。それを決めないと写真は撮れないからね。今度これ撮ってみよう。なんかかっこいいね。ほらスナップっぽい。これはスナップっぽい感じね。建物も入れてさ、ほらストリートスナップっぽいでしょ。で逆光、ほら後ろがシルエットが出るでしょ。逆光だから綺麗。光で全然顔が変わるからね。だからいっぱいいろんな場所から撮っちゃえばいいんだよ、分かんなかったら。これもいいね。ポツン。結構ちょっと枯れた感じもいいでしょ。ここら辺もほらいっぱい同じような形のアジサイが並んでるでしょ。こういうのも面白い。この中でも主役を決める。主役を決めて、主役以外をちょっと切ると主役が目立つからね。手前ボケとかを入れたり、ほら葉っぱの手前ボケね。これ綺麗、逆光ね。順光はやっぱりしっくりこない。順光で撮ろうと思ったけどしっくりこないから逆光にする。これ綺麗。めっちゃ綺麗。後ろの緑もいいね。だからね、光をちゃんと自分の好きな光を見つけないとね、好きな撮りたい写真撮れない。ほらこれ、こういう硬いのが好きな人多いでしょ。キラキラだけど全体的にほら光が撮ってないところは暗くなるから、これが好きならいいけどさ、柔らかい感じだったら影を狙わないと。これね、綺麗。雨上がり最高。こういうのは光が当たってるから光るんだけど硬いんだよね。これをさ全部入れるとこれが主役になるんだよね。これを主役にしたかったらこれを切ればいいのか。このピンクも入れたいけど主役にはしたくないっていう場合は切ればいいでしょ。これが全部入るとこれが主役で、これを切ると主役じゃなくなる。いいね。ポツンという感じで撮ってみようか。地面をいっぱい入れて端っこに置くと、ほらこういう感じが面白い。ちょっとストリートスナップっぽい感じで、こういう下にあるやつとかさ、これも面白いでしょ。ほらこういうの面白い。落ちてる花びらも、花びらだけでもいいよ。これも綺麗ね。雫が、うわーふわふわ。やっぱ雫があるのとないのじゃ全然違うよ。絶対雨上がりだね。雨の日もいいけど。綺麗。これ逆光。逆光、ほら綺麗でしょ。ぱり逆光がドラマチックで好きだな。光がめっちゃ綺麗だもん。ほら、こういう S 字になってるところも狙い目で、でもし奥一貫出したかったらここら辺のところにピント合わせて手前をぼかす。ちょっとやってみようか。 S 字、まあ R のラインになれば柔らかい感じになるから、こういう感じね。ピントは手前はぼかして奥もぼかしたいから、ここら辺にすると奥行き感が出るかな。奥行き感出る。ほら、まあ S 字のこのラインね。でこういうところを撮るときはどこを主役にするかっていうと、光が当たってるところを主役にするとすごく目立つから、ちょっとやってみよう。これが主役ね。これ主役にするとこれが主役になっちゃうから、光が当たってるのを主役にすると主役にしやすい、伝えやすい、分かりやすい。でいろいろ角度を変えて横で撮ったり縦で撮ったりで、主役以外は切って、ほら奥行き感が出るでしょ。前ボケに使って主役を切ると主役じゃなくなっちゃうから、だから脇役を切って主役を残す。で背景に何色を持ってくるか、ちょっと紫の背景にすると色が出てくるでしょ。面白い。ストリートスナップっぽい感じ、覗き込んだ感じ。わあ、これもまた違う種類の形。違う、おお、種類が違うのか。いいね、この真ん中の。わあ、綺麗。うわ、綺麗。ちょっと上をあそこにちょこって置くのも面白いよ。ほら、斜めに入れる。綺麗。形が綺麗なのを見つける。あ、ここら辺結構。おお、これも綺麗な色。綺麗。この中でもさ、光が当たってるとこと当たってないとこがあるんだよね。影だけど、ほら、ここら辺は光が当たってる。だからここら辺を主役にすると、硬くなくて柔らかいんだけど、ちゃんと芯がある感じ。全く同じじゃないからね、角度で光の拾い方が違うから、ちゃんとそこをねゆっくり見て、どれが一番綺麗か見る。蓋を斜めの線を入れると動きが出るからね。まっすぐの線に収めるとおとなしい感じ。ということで、今日はアジサイを撮ってみました。もう形を見ていいなと思ったら、もういっぱいいろんな角度から撮る、ね。あと逆光にするのか、サイド光にするのか、半逆光にするのかで全然顔は変わってくるから、だから歩き回って形がいい場所を見つけて、いい光を見つける。もしどの光がいいか分かんなかったら、何枚か撮って一番自分のイメージに合ったのを使えば OK ね。難しいことはないから。でもしクリップオンストロボ持ってたら、今日使ったみたいに直接当てるんじゃなくて、違うところに逃がしてやれば綺麗に撮れるので、やってみてください。じゃあね、バイバイ。アジサイ撮影楽しんで。アジサイイエイ、ありがとう。バイバイ。